大井和夫は日本のピアニストである。東京出身。5歳からピアノを始め、東京音楽大学附属高校を卒業後と米し、シ、シンシナティ音楽院にて、学士、修士を取得。1992年東芝 EMI より、リストダンテを読んで、で、CD デビュー。その後 CD のリリースは1998年以降と、なるが、クーラウのソナチネ州。 ハチャ・トゥリアンの商品集を間に挟み、パガニーニ練習曲の初版と改訂版をカップリングした完全版でその名を不動のものとした。その後リストを中心に録音活動を行い、超絶技巧を練習曲初版と2版の一部、巡礼の年からいくつか抜粋してリリースした。ピアノはベーゼンドルファーを愛用している。彼はこの世に演奏不可能な曲などないと言い切っており、 リストを中心に南極に挑み、CD、ライブを通してその言葉を証明している。北日本が好きで、自身のホームページに、北斗西で北海道へ旅した時の話や、東北地方専用掲示板などがあったこともある。版画家、動画家の多い幸子は実枚である。特に、リストを得意とする。南極へのチャレンジ精神は、並々ならぬものがあり、パガニーに練習曲及び、 超絶技巧練習曲は高い完成度を誇る。日本人としては初めてパガニーニ練習曲の初版が収録されたもので、彼の音源の中で最も有名な音源である。パガニーニ練習曲の初版は極めて演奏困難なことで知られている。そのためこの曲集を録音するだけでも十分、画期的と言える。重厚な和音が多いにもかかわらず、どの曲においても和音で 主戦率が潰れることがない点は突起すべきである。またこの音源の特徴として挙げられるのは、編集を限りなく減らしている、ベーゼンドルファーを使用している、という点である。真に演奏できることが証明させることもこの音源に掲げた大事な要素であった。この制作者側の意図はかなり成功しており、一般的な演奏不可能という概念はかなり薄らいだ このためこの音源を聞いたアマチュアの間で人気が高まり、楽譜も安価で手に入れやすいため、実際に演奏を試みる人も多い。発表当時は音楽雑誌などで取り上げられるなど専門家からは高い評価を受けたようである。同時収録の改定版はテンポこそ遅いが、技術的には初版より優しいため余裕を持って弾いている。 彼は録音する上で最も難しかったのは5番だったという。彼は現在7枚の CD をリリースしているが、特にリストを中心とした3枚は評価は高い。パガニーニ練習曲完全版に続いて、彼は超絶技巧練習曲をリリースした。ェルニー的な要素が多い曲集ではあるが、彼の演奏は評価が高く、パガニーニ練習曲完全版に次いで人気が高い。 音源である。超絶技巧練習曲はよく知られた第3コート、同様に12曲であるが、曲自体は全部で40分程度で演奏しきれてしまうため、穴埋めとして、超絶技巧練習曲、第2版から6番、7番、9番、11番、第3版から10番を抜粋した。超絶技巧練習曲の第1版の録音には苦労したという。 1> 第1版は技術的にはそれほど難しくない曲であるが、プロとして人に聴かせる演奏に仕上げるのが難しかったという。同時収録された超絶技巧練習曲の第2版はパガニーニ練習曲初版とほぼ同時期に改訂されたもので、やはり演奏困難なことで有名である。その後巡礼の年から普段あまり取り上げられない美しい曲を集めて巡礼の年をリリース。 この音源は今まで録音した難曲ではなく、より音楽的な要素を側面に出した作品が多く、技術的にはさほど難しくないものが多い。そのため彼の持つ音楽性が最も発揮された音源であると言える。ありがとうございます。